っちにあるんだけど。リキジーバラン、ありがとう。バラン、バラバラン、ありがとう。リシー、ありがとうございます。ありがとう。ちょっと待ってください。今のちょっと服にこの髪型は納得がいかないので変えます。 OK。 あ、崩れちゃったあ、で急に変えたらうまくいかない。ちょっと待ってください。あ、モニさん、おつはれちゃん、おつはれちゃんありがとう。こんばんは、来てくださってありがとうございます。ありがとう。リキジハリオジョーさん、皆様こんばんは。今日もお疲れ様でした。お疲れ様よっ。お疲れ様、ありがとう。リキジーハレスカーカータン、うん、ありがとう。こんばんは。今度さん、おつはれちゃん、おつはれちゃんありがとう。こんばんは。レトロ感あるレトロ感あるお召し物ですねって。そうなの、これはひいおばあちゃんのお下がりです。もうその時代のものって感じ、かわいいよね。ゴーイさん、ハレシカーカータン、ありがとう。こんばんは、来てくださってありがとうございます。ありがとう。キセさん、撮影お疲れ様と、ありがとう楽しかった。そう、やっぱ楽しいです。のハリちゃん綺麗だよって、ナオトさんありがとう。こんばんは。ひよたさん、こんばんは。こんばんは、来てくださってありがとうございます。ハイカラ、ハイカラ、ハイカラさん、ハイカラってさ、どういう意味なんですか。なんかハイカラってよく聞くけどさハイカラってな、何かの略なのかな、どういう意味ですか。あの、違うの、あの、シンプルにハレがムチすぎて聞きたいの、どういう意味なんだろうって思って使ってた。ハイカラさんが通るとか言うじゃん。ハイカラ、はい、はいなんかハイクオリティみたいなさことなの、違うか、カラどういう意味なんだろう。ブンブンさん、ハレシカーカータン、ありがとう。こんばんは、来てくださってありがとうございます。ありがとう。晴れが通る、晴れが通るは普通に晴れが歩いてるのよなちょっと失礼しますって言いながら通ってるだけなんだよな晴れが通りますそう、ストームさん、こんばんはって、こんばんは、来てくださってありがとうございます。ありがとう。なんか配信だとあんまりさ伝わらないけど、今日メイクうまくいったんだそう、よかった。なんかさ、撮影の時さ、前髪ちょっと短いしさ、もうどうしようと思ってね、今日の朝ちょっとズンってなってたんだけど、メイクしたらいい感じだったから、もうオールオッケーだと思って、今日はメイクがうまくいきましたでもなんかあれだね、やっぱショールームはさ、加工が多少あるからさ、大体同じ顔になっちゃうけど、イエイなので写真を待っててください。多分大丈夫多分。あ、そう、でもそのカメラマンさん本当にさ上手でさ、もう本当に素敵な人でさ、いいよこういうポーズ行こう、いいねいいねみたいなじゃあ次何とかしてみようか、ハート作ってみようか、あともうワンポーズとか言ってさ、すごい乗せてくれるからさ、なんかずっとはっみたいなずっとやってきたから大丈夫だと思う。可愛いポスターができていると思います。楽しみです。ズッシーさん、こんばんは。こんばんは、来てくださってありがとうございます。ありがとう。ヒデさん、ハレシカーカータン、ありがとう。こんばんは、ありがとう。
いいよ、ハリちゃん可愛いよ、いいね、最高だね。そう、いいね、いいねって、そう、そう、そんな感じ、いい感じ、もう一個いこうか。で、そう、いっぱい乗せてくれる。ハリちゃんバッチリだね、秋っぽいね、ね、もう秋っぽいお洋服にしちゃった。もうさ、今からさ、半袖な夏みたいな、夏だぜみたいなさ、お洋服はなんかちょっとあれかなと思って、だったらちょっと秋先取りぐらいで行こうかなと思って、そう、でも長袖なんだよね、はい、街中歩いて長袖着てる人晴れぐらいしかいなくてさ、こんな派手な色でさ長袖着ててさ、すっごい多分なんか色的に目立っててからさ、なんか春一人で恥ずかしくなっちゃった。あー、この長袖着てる人まだ春しかいないか思って、そう、でも可愛いよねこのお洋服。和服が主流の時代に西洋風で目新しい着こなしやそのような人をハイカラと呼んでいました。あ、そうなんだ、じゃあハイカラは別に略じゃないんだ、もうハイカラっていう単語なんだ。なるほどね、そういうことか。なんかさ、あのなんて言うんだっけ、あのチョベリバとかさ、チョベリグみたいなそういう感じでさ、なんかチョベリグって超ベリーグッドみたいなさ、なんかあるじゃん、ああいうのでなんかあれなのかなって、略して4文字なのかなって思ったら、もうハイカラっていうのがもう一つの単語なんだ。なるほどねそういうことか。ピレーキさん、ハレシカーカータン、うん、ありがとう、こんばんは。つかちゃんさん、こんばんはって、こんばんは、来てくださってありがとうございます。うさぎさん、こんばんはって、こんばんは、来てくださってありがとうございます。有名なモデルのハレちゃんですか何もしてないけど、そう、どうです。ゆうさん、こんばんはって、こんばんは、来てくださってありがとうございます。ハイカラーの略かと思ってた、そう、なんかさ、カラはさ、カラーとかなのかなと思って、で、ハイはさ、そのなんか高い、最もみたいなさ、意味の英語のハイかなと思ったから、ハイなんとかカラーみたいなのか、ハイカラーなんとかなのかなとかって思ってたんだけど、違ったらしいそう、でもなんか流行、あーと思って、難しかった、そうだったんだね、ハイカラっていうのがもう単語だったんだ。ルーズソックス知ってる？ルーズソックスは知ってるよ、晴れの学校で履いてる人はいなかったけど、てかそういうのが流行ってる学校じゃなかったっていうか、そういうのが許される学校に一回も通ったことなかったから、履いてる人は見たことなかったけど、普通に今ルーズソックス Y2K ファッションみたいなとかでさ流行ってるから、そう、それで履いてる人見たりとか、可愛いよね。ハレのママちゃんの妹が、アムロちゃんとかがすごい好きで、そう、それでルーズソックス履いてたって言ってた。もうアムロちゃんのファッション、アムロちゃん？アムロちゃんだよね。アムロちゃんのファッションをすごい真似してたし、すごい流行に敏感な方だったから。そう、もうすっごいルーズソックスとか履いてたって言ってた。クーさん、訪問ありがとうございます。今でもいるんだ、今も結構いると思う、今また流行ってるっていうか、そうだと思うよ、え、わかんないけど多分ね。そう、それこそこういうレトロとかが流行ってるから、そう、なんか平成っぽいファッションとか結構去年今年もうちょっと前なのかな、わかんないけど流行ってると思う。だからなんかジーンズとかもさ、なんていうの、この股下より上がさすごい短い、コツなんていうの、ああいうのすごい短い、ハイウエストじゃなくてほんと骨盤ぐらいまでしかないこの短いやつとかすごい流行ってるらしいそうって言ってたと。そうそうそう、いいよね平成ハリもさ結構わかんない、あの流行についていけないからな、自分の好きな通りに
さ着てるだけだけどやっぱりね可愛いって思うもん Y2K。 そうでも春も平成生まれだから普通に懐かしい、やっぱこういうの可愛いよねみたいな感じだけど、いるいる。そうですねそういえばさ最近春はさ高知県に行ってからね、高知でお友達にさピクミンをね再開するように勧められてから結構ハマってて多分一緒にやる人がいなかったのと、なんかやり方が何も分かんなかったからハマらなかっただけで、なんか分かってから結構ハマってて、まあただ歩くだけなんだけど大体歩くだけなんですけど、そうそうそう、なんかハマってて今牧場ゲームとピクミンをしてますいや本当に歩くだけ、なんか1万歩歩こうって思ってたけどさ、さすがに毎日1万歩は無理だと思って、でも結構8000歩から1万歩ぐらい歩いてる。そう歩いたらなんかピクミンが成長するしなんかそこら辺なんか歩いなんていうの、歩いてる途中にピクミンのなんかこう植木鉢みたいなのがあってそれをなんか回収して育てていくみたいな感じなんだけど、なんかいろんな土地のもらえて楽しいです。よかったらお散歩好きな人とかピクミンどうですかでも電車とか乗っててもなんかピクミンそうなんか使えるから、なんか速度が速すぎます、運転手なんか速度が速すぎますみたいなので、私は運転手ではありませんみたいなところを押したら、もう普通になんか歩きながらねお花をねお花を植えていくんだけど、そうそう電車でも植えられるからそう楽しいよ春今日こんなに移動したんだってなんか最後一日を振り返りましょうみたいなのでなんかできる、振り返れるすごいピクミン語っちゃった。みやびーさんチランスタタチランタチラン、やっほーこんばんは、来てくださってありがとうございます。汗汗汗汗ハルシカーカータン、ありがとう。こんばんは、トモニャンさん、おつはれちゃん、おつはれちゃんありがとう。こんばんは。とピクミンも古いね。そうなのか、古いのかピクミンって。そうか確かに古いのかも、その流行ってた時知らないんだよね。でもピクミンっていう存在は知ってたから、そっか古いのか。初見です、というか久しぶりって、セミさん久しぶり本当にやっほーこんばんは。はるちゃんピクミンみたいになってきたどういうことそうピクミンね楽しいよ、なんかそうなんかはるはマンポケをずっと探してたから、そうなんか楽しいマンポケが欲しくて、そうそうそう、なんかいい感じにゲーム感覚のマンポケでいい感じです多分だから彼はあのポケモン GO にもハマる素質は持ってると思うポケモンをやったことがないからポケモン GO の魅力がちょっと彼には分からないけど、多分昔からポケモン見たりとかしてたらポケモン GO ハマっちゃうんだろうなやばなんかね、いいよね歩くだけでさ、そうやってできるの。赤ピクミンは火に強い、青ピクミンは溺れない、あーそんな感じなんだ、なんだっけなんか赤と青と紫しかいないと思ってたんだけど、もっといっぱいいたね、やることいっぱい残ってる、なんもやりたくない、なんもやりたくないお疲れ様すぎるよ、一旦何もしないっていうのもありだよあれはよくやる、あーもう何もやりたくないってなったらもうなんか一旦力を抜く。そうダンダンさん、はれちゃんこんばんはって、こんばんは、来てくださってありがとうございます、ありがとう。黄ピクミンは高く飛ぶ、えそうなの、黄色きピクパ黄色ピクミンって高く飛ぶんだ、知らなかった。紫ピクミン力持ち、あそう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 、紫ピクミン力持ちはね知ってた、
シロピクミンは毒がある、あ、毒があるなんだ、あ、そうなんだ、なんも知らなかった。あとなんかね、羽ピクミンみたいな、ピンク色の羽がついてるピクミンと、すっごいゴツゴツしたなんか岩ピクミンみたいな、グレーピクミンわかんないけど、ピクミンがいる、そうが私のあの飼ってるピクミンの全種類です。ゲーム系は小学生でやめたからな、わからない、本当？そう、ハリもね、なんかマリオ、スーパーマリオブラザーズ合ってるよな。なんでフルネームで言ったんだろう。そう、なんかマリオはやってたんだけど、あとぷよぷよ、マリオとぷよぷよは多少やってたけど、それ以外全くゲームしたことな、なんか してなくて、そう、アニメもほとんど見たことないからさ、何もわかんなくて。そうなんだよね、なんかポケモンとか一切触れたことがなさすぎて何もわからなくて、ピカチュウとかはわかるよ、さすがにね、ピカチュウとライチュウとかあの、そうそうそう、そこら辺のすごい有名な方々はわかるんだけど、じゃないとわからない。個性がいろいろ生きてるよ、え、そういう歌なんだ、知らなかった。赤ピクミンはテレレレレですよ、気に強いか、そのぐらいしかわかんない。赤ハレちゃんはよく寝ます。今日は電車行き帰りさ、寝ててなんか気づいたら隣誰もいなくなってた。でもハレがこうなってたのかな、わかんないけど、パッてやったらさ、両方いなくて、あー、絶対ハレ迷惑だったやつだーと思って、申し訳なさすぎる。こうなっちゃうんだよね、電車で寝てるとね、良くない。どうやったら倒れないのか教えてほしい。ゆうさんブルル噛んでさ、なんか僕分かんなくなっちゃって、うん、晴れて朝ご飯食べながらクラシック聞くんでしょ、まあね。そうそう、優雅でしょ、いつもクロワッサンとか巻いちゃったり焼いちゃったりなんかしちゃったりして、なんもしてないよ。朝はね、ハリはグッドモーニング派です。そう、ポペちゃんがグッドモーニング見てるから一緒に見てる。ハローさん、こんばんハリさんで、こんばんハリさん、来てくださってありがとうございます、ありがとう。コベちゃんさん、こんばんはで、こんばんは、来てくださってありがとうございます、ありがとう。ハローさん、かわいいって、かわいい、ありがとう。発注片付け、明日の仕込み、レジ締め、ハレちゃん手伝って。ハレができるのは片付けだけかな。掃除はできる、掃除機かけたりとかだったらいい、できるよ。レジ締めはね、ハレはほんと嫌いすぎてできなかったし、発注はなんかわかんないけど何が足りないかわかんなそうだから明日の仕込み屋さんも絶対ダメじゃん、ハレが手伝ったら。やっぱ片付けかな。あと応援頑張れ頑張れはできる。今の替え歌、コガネムシはカレムシだ、待って、え、そんなこと春言った、赤ピクミン、コガネムシは金持ちだ。ケンシロウさん、こんばんはって、こんばんは、来てくださってありがとうございます。今日の夕食は意外なものを食べたけど、なんでしょう、意外なもの、春が最近食べた意外なものはクジラだけど、さすがにクジラじゃないよね、意外っていうか、そう、一番当てられないものはクジラなんですけど意外、どういう路線で意外なんだろう。え、ケンシロウさん、ケンシロウさん、え、待って、夜に食べるのは、ね、なんていうの、夜に食べるものじゃないねみたいなことなのかな、それとも夜に食べるものじゃないねだったら、なんだろう、甘いものなのかな。あ、でもハレ甘いもの普通に夜食べちゃうからな。パンケーキとかフレンチトーストとか、フレンチトーストはなかなか夜食べなくない、なんか朝かお昼違うか、意外なもの、意外なんだろう、
テオタさん知らんか。知らないな。ちょっと難問かも。難しい。ハリちゃん見たのは外で花火してた時以来だ。本当に？あらまあ、そうなんだ。じゃあ9月まだ1回も会ってなかったんだっけ。あれ本当？たくさん来てくれるから分かんなかったや。いつも来てくれてるかと思ってた。ステップさん訪問ありがとうございます。 CM でやっててそれにハマって。 CM でやってたの？肉まん、あんまん、芦田愛菜ちゃんがあんまんの CM やってた。なんだろう、 CM でやってて他食べ物の CM 何やってるっけ。ん何の CM やってる。お吸い物とか。なんだろう、今日見た食べ物の CM は。でもパルスエイトの CM は別にあれ食べ物じゃないもんね。と意外とか言われるけど昆虫食としか思いつかない。あー確かに昆虫食ね。でも CM でやってないもんね。確かに。今夜は一段と美しいですね。あ本当ですか。美しいですか。嬉しい、ありがとう。肉まんちょっと近づいたかも。ちょっと近づいたね。あと CM ってたらさ、月見と月見バーガーだけど別に月見バーガーは意外じゃないもんね。意外、何に対して意外なんだろう。ケンシロウさんの食生活からしたら意外だだったらさ、だとしてもな。そりゃ毎日食べ物聞いてないからな。何が意外かな。どういう意外なんだろう。ウォベイさん、ハリシカーカータン、ありがとう。こんばんは。エバラ食品さんの CM、エバラって言ったら焼肉のタレしか出てこないんだけど、待って。他に何があるの。エバラ焼肉のタレでしょ。そりゃわかるんだけどな、他にあるの。でもさ、肉まんが近づいたってことはさ、中華系ってこと。中華系？エバラ食品、エバラ？何があるの？羽根付き餃子？餃子？まず中華、ホイコーロー、チンジャオロース、ホイコーロー、冬に食べる、冬に食べる？そう、焼肉鍋というものです。焼肉鍋？聞いたことない。焼肉鍋ってどういうやつ。じゃあゆうさんも冬に食べるってことは分かってたってこと。鍋、きなよんせいさんこんばんは。ってこんばんは、来てくださってありがとうございます。笑ってるはるちゃん見るとこっちも自然と笑える、イエイ。多分初めて聞いたじゃん。初めて聞いた、焼肉鍋。わかんない。普通にさ、そのお鍋に焼肉が入ってるってこと？そのおつゆっていうかさ、汁に焼いたお肉が入ってるってこと？だよね。じゃないと普通のお鍋になっちゃうもんね。想像がつかない。初めて聞きました。自分で作ったの。東はじめさん、おつはれちゃん、おつはれちゃんありがとう。こんばんは、来てくださってありがとうございます。ありがとう。おでんかと思った。確かにおでん今だったら意外かも。確かに確かに、フライパンでやりました。じゃあ自分で作ったんだ。すごいね、フライパンで作れちゃうんだ、気になる。確かに、それもそろそろおでんの時期か。早くない。まあでも春、コンビニでおでんあんま食べたことない。コンビニでおでん食べるときってみんな何頼むんですか？だけどさ、結構おでん食べてる子いたけどさ、あれコンビニでおでん食べたことないかも。最近ここ5年ぐらいでおでん克服したからさ、まだあんまり食べれないんだけど、そうおでんの具といえば、でも前は聞いたな、みんなに大根、大根って言ってた子いたかも。
え、待って、今日もさよなら負けた。え、嘘、今日さよならで負けたの？あーらま、爪がちょっと甘かったか。残念、そうだったんだ。勝っててさ、でも8回ぐらいで 3-3 でさ、でもいけるかな今日はって思ったんだけど負けたのか。あれま、はんぺんが好き。はんぺんね、はんぺんよね。チーズはんぺんってか好きだよ。あれ、フライパンで肉を焼いた後野菜を煮込むだけで作れるみたい。へえ、そうなんだ。あ、じゃあその時に焼肉のタレとか使ったらいいってことか。なるほどね。焼き芋、肉まんが好き。焼き芋いいよね。でも焼き芋大好き。もう焼き芋本当に毎日食べてるもん。あ、今は食べてないけど、そう、もう季節になったら毎日食べてる本当に。と、大根と卵とはんぺんとちくわとこんにゃくは外せない。結構外せないそうか、卵か、煮卵でしょ。そこなんだよね。はい、煮卵が食べれないから。はんぺんとちくわ、わかる。ちくわこうとこんにゃくか。こんにゃくもいいね。こんにゃくも美味しい。糸こんにゃく派ですか、それとも普通のこんにゃく派ですか。あれは、わあ、どっちも好きだけど普通の方が好きかな。糸こんにゃくも好きだけど。鮭とか、鮭ね、鮭か。野菜の旨味も十分出てからタレを使わずにいきました。あ、そうなんだ。美味しそう。野菜美味しいよね、この季節。もう年中野菜美味しいけど美味しい。彼も今日はいっぱい野菜、焼き野菜食べました。美味しい。糸こんにゃく、糸こんにゃく派。糸こんにゃく派か。僕は普通のこんにゃくがいいかな。普通のこんにゃくがいい。彼はあのさ、こうちょっと四角い、あのこんぐらいの大きさでさ、わかんない、これは彼が行ってるスーパーに売ってるだけなのかな。なんかここでさ、なんかここに穴が開いて、そこにこうなんていうの、こうくるんくるんで通したみたいに、なんかここの2本がネジネジになってる、こういう四角いこんにゃくがあるんですけど伝わるかな。なんかこう四角くて真ん中に穴が開いてて、くるくるんくるくるんってなってるの、そうのこんにゃくが好きです丸こんにゃくも好きだけど、そう、このこんにゃくが好き。僕は、あ、間違えちゃった。11回デビッドソンがサヨナラホームラン、川中がデビッドソンにサヨナラホームラン、中川が打たれた。あ、そうな、11回、やっぱ延長なんだ。昨日も延長だったよね。そっか、悔しいな。このどれか一つだけでもいいから外したくない。なるほどね。いや大事だよ。あと、あれは練り物さえ入ってればもう完璧。練り物が好き。なんかタコとなんかの練り物みたいなやつ すごい好きなんだよね。美味しいよね。すき焼き食べたい。すき焼きか。すき焼きねあれはすき焼き好き。すき焼きかあんま得意じゃないんだよな。でもいいよね。見た目すっごい美味しいし、香りもすっごい美味しい。そうそうなんだよね。で、実際食べるとなるとすき焼きはなんか食べれないんだよね。あ、でも、あ、違うかも。すき焼きは食べれるかな。あんえ、卵つける派ですか。生卵は皆さんすき焼きにお供ですか。絶対に。巨人負けた。あ、巨人も負けたの今日。一緒だねすき焼きね。すき焼き、すき焼きの糸こんにゃく。あ、すき焼きの糸こんにゃくか。なんかもうしみしみのやつでしょ。いいね。はれちゃん食べない、食べれないもの多いからな。そうなんだよね美味しい焼きね。でもすごい美味しそうなのもわかるし、好きなのもねすっごいいいと思うんだけど、そう、悔しいです。ゆうさん、もちろん、もちろんか。やっぱり卵はありだよね、絶対に。ハレのポポちゃんも卵2個さ使ったりしてて、あれはどうしてもすき焼きに卵ができないですそう、生卵をつけて食べる美味しさがハレにはまだちょっと
追いつけてなくて、その美味しさの次元に。あれちゃん卵苦手？卵はね別にそんな苦手でもない。の煮卵は、そう、卵がパサパサしてるの、黄身がパサパサしてるから食べれなくて。そう、これでも昔は本当にゆで卵とか全部食べれなかったんだけど、今はちょっとは食べれる。ちょっとずつ克服してるんだけどね。やっぱりゆで卵、違う、卵焼きだったら食べれる。もう全部黄身も白身もごしゃごしゃになってて火が通ってたら食べれます。本当にね。ジャイアンツも負けちゃったかね。そう、負けちゃったからチャラ、確かにチャラチャラ一緒です。ユウさんレベルアップ、ありがとう、ありがとうございますね。難しいよね、春も自分で思うもん、なんでこれ食べれてなんでこれ食べれないんだろうとか。シンプルに味なんだよね。あ、これちょっと食べれないかも。ありがたいよね、こんな好き嫌いしても生きていけるなんて。ボスさん、おつはれちゃん、おつはれちゃんありがとう、こんばんは。僕も昔ゆで卵の白身しか食べなかった、黄身がパサパサなので嫌で。わかる、本当にそう、ハレもそう。だからなんかハレのね、おばあちゃん家に行くといつもサラダを出してくれるの。そう、もうこれはもう本当にずっとなんだけど、もうなんていうの、レタスとなんだっけな、なんかまあちょっとした野菜、トマトとかとゆで卵が毎回入っててね。でもハレおばばにゆで卵をちょっと食べれないんだよねみたいな、黄身食べれないんだよねって言ったら、ばあばがなんか、ばあば白身いらないから、あの黄身と交換しようって言ってくれて、いつもばあばと交換してました。でも絶対いらないなんてことないじゃん。そうだけど、そうやって言ってくれて、いつも白身、だから春のところには白身が2個入ってて、おばばのところには黄身が2個入ってました。そうやってたね。今はそう、あ、でも今はもうそんな食べなくていいよみたいな感じだから、あんまりゆで卵とか食べないけど、そうだった。ばあば優しい、優しいよね本当に。見てる？もう寝てるか。僕の作るチーズ入り卵焼きは食べれるかな。あ、食べれると思う、卵焼き大好き。厚焼き卵とかだし巻き卵も好きだし、卵焼きも大好き。あれ、卵焼きはだしで味取ったちょっとしょっぱい系が好きです。甘い卵焼きもたまに食べるとさ、あー、これこれってなるけど、基本はなんかだし巻き卵的な、そう、しょっぱい系がいいな。白だしとかで味付けた卵焼きが好き。美味しいよね。急にさ、無性になんか卵焼き食べたくなる時ありません？あれ本当にあるんだよね。なんかうわー、今日卵焼き食べたいって思って、そうなったら作る。ボスさんレベルアップ、ありがとうございます。ネギが入った卵焼き食べてみたい。え、あれ美味しいよね。すごいさ、ふわふわのやつでしょ。結構好きだよあれ。そう、好き。なんかあの卵焼きに何か入って具が入ってるのとかも結構好き。シンプルイズザベストだけど、でもなんか中にいろいろ入ってるのも結構好き。お弁当とかだとカニカマとか、あと海苔とか入ってた時あったかも。確かね。あと何入ってたんだろう、インゲン豆とかも入ってた時あったかな。インゲン、さやインゲンかな、入ってた気がする、たまに。嬉しかった。あ、入ってる。食べてみたい。あ、卵入ってみたい。え、入ってみたいじゃない。食べてみたい。奇跡は納豆卵焼きがって、え、そうなの？納豆卵焼きか。どんな感じなんだろう。納豆入れるんだ。それはさ、もうこうあわあわっていうかネバネバの状態で、それを卵の中に入れて
でやるってことでしょ。あとはしらすだな。はるしらすの卵焼きは結構自分でも作るしやるね。それが一番多いかも。何かしらなんか卵に入れるとしたら納豆か。でもさ、なんか言うよね、納豆とさ生卵だっけ一緒に混ぜて食べるといいみたいなね。みのりさん訪問ありがとうございます。きさらぎさん、おつはれちゃん、おつはれちゃんありがとう。こんばんは、来てくださってありがとうございます。ありがとう。そうなんだ、納豆卵焼きか、いいね。あー、これで卵の話してた、卵焼き食べたくなっちゃったキッキーこんばんは、ってこんばんは、来てくださってありがとうございます。もうなんていうの、熱い卵焼きが食べたい。この厚みがね、厚みがすごいある、なんかトゥルンってした、なんかプルンってした感じの卵焼きが食べたくて、お寿司屋さん、お寿司屋さんのさ、だし巻き卵とかさ、厚焼き卵とかってすっごいさ厚めじゃないですか、この大きいやつ。あれがねすっごい食べたくてさ、いいよね、美味しい。ボンさん訪問ありがとうございます。しらすのだし巻き美味しそうだね。そう、しらすのだし巻きすっごい美味しいよ。美味しい。しらなんか卵にしらすを入れて、ちょっとだけだし、白だし入れて、あとは味の素を入れて、ほんのちょっとだけ、ほんと気持ち程度にちょっとだけお水を入れるとね、ふわっとするんだって。ハレは毎回それで作ってます。そう、ママちゃんが言ってた、なんかお水が蒸発するからふわっとするんだよって。そうだから入れすぎるとシャバシャバになっちゃうからそう、本当にちょっとシャシャってやるぐらい入れる。やっと帰宅って、だんだんさん、お疲れ様、こんばんは。ミシシッピーさん訪問ありがとうございます。あかりちゃんはじめましてはじめましてじゃないでしょ、やっほー、こんばんは。お嬢ちゃんネイルかわいい、ありがとう。かわいいよね、でもだいぶ伸びてきちゃったけど、そうフレンチネイルにしたからね、かわいいよね、こっちの色合いが好き。イエイ、わかるわかるわかる。ピアスに似合うピアスありがとう。リップも似合う、ありがとう。やったね、全部似合う嬉しい、ありがとう、やっほー。そうそうそう、なんだっけそうそうそうとか言って、と間違えちゃった。はるちゃん赤い服も似合うね、ありがとう。赤い服結構好きなんだよね。そう、赤いろいろ持ってるんだけどさ、冬になったら赤い服いっぱい着れるから嬉しい。赤いセーターも、赤いカーディガンもあるし、赤いワンピースもあるし、長袖の服もあるし、赤のいっぱい赤着れるから嬉しいなんか夏に赤着るとさ、ちょっとなんか暑苦しさが出るっていうか、なんか夏暑いみたいな感じだけど、秋とか冬に着ると結構可愛いからね、嬉しい。そろそろあれ、秋とか冬好きなんだよね、まあ、どの季節も結構好きだけどやっぱ秋冬って重ね着ができるからね、いいよね、楽しみということで、そろそろ腹筋をして配信を終わりにしたいと思います。とロッキーさん訪問ありがとうございます、ありがとう。サンタ服もあるよね確かにサンタ服も赤だね、確かに。今年はサンタ服着るかしら去年も着ちゃったからな、違うサンタ服何か買わないとだね。腹筋タイムだ、そうです、腹筋しまーす。よし、いきます、せーの、1 2 3
で腹筋はしちゃいけません。でもさ、ここまでさ全部閉まってるからさ、この腹筋でこうやった時のさハンドで毎回首がうっとなってさ、どうしようどうしようって思いながら腹筋をしてるので、皆さん首が詰まった服を着ながら腹筋はしちゃいけません。バチバチバチってありがとう。キセさん、ストームさん、リキジユウさん、あかりちゃん、キッケー、パチパチってありがとう、ありがとうございます。それではそろそろランキングをお読みして配信を終わりにしたいと思います。モンバーさん、ハリしか勝たん、ありがとう。おみそさん、ハリしか勝たん、ありがとう。しょうくんさん、おつはれちゃん、おつはれちゃん、ありがとう。ということでランキングをお読みします。13位マサさん、12位ミヤビーさん、11位シロクマさん、10位ヨシピーさん、9位ブンブンさん、8位メトロさん、7位ボスさん、6位ユウさん、5位ナオトさん、4位ゴーイさん、3位スバルさん、2位ウサギさん、そして1位リキジ、ありがとう。嬉しい、ありがとうございます。皆さんも星投げカードギフトコメントたくさんたくさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。はーい、どうもーと、ありがとうございます、ありがとう。それではそろそろ配信を終わりにしたいと思います。皆さん今日もたくさん会いに来てくださって楽しい時間をありがとうございました。
明日も朝の9時からと夜の22時から配信するので、よかったら皆さんお越しください。それでは今日も素敵な夢が見られますように。いきますよ、せーの、おつはるちゃん、ありがとう、ありがとうございました。またね、バイバイ、ありがとう、またね、おやすみなさーい。